はい、ということで、みやたんです。毎度毎度、どうも、イェーイ。はい、ということでですね、今日はですね、みんなに見てもらいたいものがあります。今日ね、ちょっと差し入れてもらったんですけど、これ、ヘルシアのこのコーヒー、コンビニでも売ってないと思います。はい、非常に珍しいです。そして、もっと珍しいのが僕も初めて見たんですけど、これコンビニでもないと思うんですけど、これほら、ヘルシア、これストレートティーのヘルシアの紅茶、これコンビニでもまだ見たことないですよね。これちょっとね、いただいたんですよ、差し入れでいただいたんですよ。で、早速これをどんな味するか飲んでいきたいと思います。はい、それではこのヘルシアの紅茶ストレートティーを、飲んでいきたいと思います。どんな味するのかな、いただきます。初め飲んだ時はおストレートティーやん、普通飲んと思ったんやけど、初め一発目飲んだらストレートティーなんやけど、ちょっと飲んでたらだん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 苦くなってくる。まあやっぱヘルシアの成分が効いてるんやね。うんうん、あーこっから来た、あー来た、あーなるほどな、あウバ茶とか書いてるな。うん、まあまあでもストレートティー飲んでる感じはするわ、めっちゃ。うん、でちょっとストレートティー飲んでて、ちょっと後から苦味が来てって感じやね、うん、なんか痩せるような気がするね。それとあといつものあれなんですよ、コーヒーなんですけど、これコーヒーね、コーヒーいただきます。これ美味しいかな、前飲んだんでちょっと味忘れちゃってね。ねえ珍しいよねこれね。うわっ危ない危ない、危ねえこぼれるとこだった。いただきます、いただきます。あ、これは全然普通やわ。あのコーヒービターショコラっぽい感じ。うん、うん、ちょっとミルク入ってるからね、なんかちょっとミルクコーヒーのビターショコラって感じで、でヘルシアって感じの、これ飲みやすいわ、これヘルシアのコーヒー。まあコーヒーミヤタン好きっていうのもあるけど、これは飲みやすい。ちょっと光照明ちょっと悪いかな、うん、あこれは美味しいわ、うん、ほんま寝る前にちょっとねコーヒーと、はい、チャポチャポなったわはい、それではですね、僕牧之原で、今から6時間で4時間と6時間で10時間で寝て、それで、大山崎で降りて、高槻に、唐揚げを下ろして、またまたそして高槻インターから乗りまして、明治西宮まで行って、3号神戸線に入って魚崎で降りて、信号2つか3つ目のところ左曲がって見かけやったかな、なんか名前ちょっと忘れましたけども、うん、まあ、第二工区とかの宇佐美のあるあの辺ですわね。で下ろし終わって、それから、会社に帰って、なんと金曜日土曜日宮田2連休ね。でまあ金曜日あの教習所11時半から入れてたんですけども、卸が2件になったんでもう11時半間に合わないんで、泣く泣くキャンセルしました。うおー、せっかく取ったのに。でもまあね、あの仕事がやっぱ優先なんでね、はい、メインの職業なんでね、はい、トレーラーね、ということでですね、まあ教習所はキャンセルになりました。ほんでまああの土曜日はですね、あれなんですよ、娘の運動会でお休みをいただいております。でツイッターの方にまたね載せれる範囲内で、またこんな感じだったよーって、運動会楽しかったよーっていうね、あのツイッターとかあげますんで、もしよかったらまたツイッターフォローここ出しておきますんで、ツイッターまだフォローしないよ、フォローしたいよーっていう方はしといてくださいね、フォローしといてね、うん、それと YouTube は、グッドボタン高評価ボタン押しといてね。それと、コメントの方は、入れてもらって、いいねボタンでもコメント入れてくれても、もう自由にやってくれたらいいです。で、僕も、見て返せるときは返します。常連さんは知ってると思うんですけどね。常連さんは知ってると思いますけど。はい。返せるときは返します。で、返せないときは、読むだけ読んで、ハートマークとグッドボタン、コメントにつけるんで、ほんなら宮田呼んでくれたよっていう合図なんで、合図っていうか、お知らせやね。お知らせ？お知らせでもないな。まあ、ええわ。ははは。はい、ということでですね、それではみやたんの、月曜日、
7日、10月7日朝7時から朝8時までの1時間だけなんですけどね、生放送ハッピーセットしますんで、またハッピーセットでお会いしましょう。それではお相手はミヤタンでした。皆さんご安全にね、風邪ひいちゃダメだぞ。じゃあね、またね、バイバイ。